中国の深セン市で日本人学校に通う男子児童が刺され死亡した事件から今日で1ヶ月。深セン市で子どもを育てる父親は不信感を募らせています。中国政府から情報開示がないにもかかわらず個別案件っていうことで決めつけがあったりとかで、その辺の不信感っていうのが確かに結構あって、何もわからないのになんで断定できるんですかみたいな、このことの話はやっぱ日本人の中でも結構出たりするんで。先月18日、深セン市で日本人学校に通う男子児童が登校中、刃物を持った男に襲われ死亡しました。日本政府はこれまで真相究明を求めていますが、中国当局は今も詳しい情報を明らかにしていません。また昨日から北京を訪れている外務省の岩本圭一領事局長が中国外務省の幹部らと対応を協議しましたが、依然として男の動機についての説明はありませんでした。